ギフト。宮崎で活躍する人々にライフワークを通じて受け取ったギフト、贈りたいギフトを問うてみる。ライフワークイン宮崎ギフト。プレゼンテッドバイカラメン屋増本。延岡市の川下町にある延岡マリンサービスの高橋克恵です。延岡マリンサービスは今年で44年目を迎えるダイビングショップなんですけども、両親が始めて、後を継いで29年目になります。14歳でスキューバダイビングのライセンスを取って、だからもうそれからずっと潜り続けてるんですけど、延岡はですね、まず海が市街地からめちゃくちゃ近いということ、その近い上に、海の中がすごく魅力たっぷりで、国内の熱帯域にテーブルサンゴとかエナサンゴとかがあるんですけども、その3分の1の100種類が延岡にあって、カラフルなソフトコーラルっていうサンゴがあるんですけど、それは国内トップクラスであるんですね。なので沖縄のサンゴの一部と沖縄にないサンゴが一面に広がっているので、すごく独特な海の中の景観をしています。僕たちが住んでるこの地球は 70% が水の世界なんですね。その水の世界を覗くのってダイバーとか漁師さんとか、そういう人しか地球の 70% 知らないまま死んでいってるんですよね。その中で僕は両親がダイビングショップをやってた関係で、この地球の 70% の世界を身近にこう見せてもらうことがあって、でその見せてもらったこの素晴らしい海で仕事ができることがもらったことかなっていうふうに思ってます。お金を出してもできないサンゴとか、その海の中の生き物たちっていうのは本当に大切に今までも守ってきたんですけど、これを次の後世に残したい。あとまだまだ観光地としては知られてないですけど、やっぱもっともっとこれをアピールして延岡に来る方々に、または観光客に、喜んでもらえる環境づくりを残していきたいなというふうに思っています。あと地域の子どもたち、まだまだニュートラルな心の持ち主の間に、延岡の子どもたちに授業で自然体験というものを経験させて、延岡って一言で自分で言うならばって言った時に、海が綺麗だったとか自然が素晴らしかったとか、そうやって言える大人になってもらいたいなっていうのが今の夢ですね。1億人を笑顔に、食べる幸せをあなたに。この番組はカラメン屋増本の提供でお送りしました。